大胸筋が歩いてる。バズーカ岡田です。聞く筋トレ聞かない筋トレシリーズということで、今日はダンベルフライについてよくありがちな聞かないエラーを紹介したいと思います。トレーニングを長期間継続するために安全性を確保する、そして効果を高めると、この2点を考えた聞く筋トレ聞かない筋トレシリーズを今日はダンベルフライで説明したいと思います。肩は水平ぐらいのところまでしか上げない、そして肘をできるだけ後ろに引いていく、そして肩全体を後ろに引く、肩を引いて肘を引く、この両方の動きが大胸筋のストレッチを高めるために大事になります。まあ、このポイントを理解してこれから実技の動きを見てください。まずよくあるエラー、肘の落ち具合に注目してください。まあ、綺麗なダンベルフライのフォームに見えると思います。ただ肘があんまり落ちてないですよね。ダンベルフライは大胸筋をしっかり伸ばすことに意義があるので、肘をしっかりと下げ切る、これが大事になります。そのためにはしっかりと胸を張っておく、肩甲骨の内転、背中の内側に寄せておくとしっかりと肘が下げやすくなります。胸の角度に注目してください。胸がドーム状に腫れているかどうか、エラーフォーム、胸のドームがなくなっています。これは肩甲骨が前に出ているんです。この状態だと肩がロックして大胸筋がストレッチされません。なのでこの状態、まずはスタートポジションから肩を寄せます。これは肩甲骨の内転という動きで、胸のアーチを作ります。この状態を作ると肩のロックがかかる前に大胸筋がしっかりとストレッチされます。エラーの時の肩のポジションですね。これ実際に最初は胸を張れているパターンがあります。ここから戻していく時にこうなっちゃう、腫れた状態から胸のアーチがなくなる。この状態だと胸の、筋力はもう必要としない状態になってしまいます。しっかりと胸を張ることで大胸筋のストレッチを効率よくかけて力が抜けない状態を作ることが大事です。では次です。初心者によくあるフォーム、肘をすごい伸ばしているパターン。このパターンだと肩の前側が突っ張って肘が下がりません。大胸筋がストレッチされにくくなります。正解は少し肘を曲げながら下ろしていきます。次のエラー、ダンベルを戻しすぎる。ここまで戻すと腕はこっち側に自然に落ちてしまうから大胸筋から力が抜けてしまいます。肩の真上か少し肩より外に手を位置させることで大胸筋から力が抜けない状況を作ることができます。こうやって音がするとなんかかっこいいんですよね。やった感じがするんですけど、ここから先はもうほぼ意味がないです。この状態、肩の真上に手があるか少し広げた状態までしか戻さない、これがポイントになります。ではラストです。このベンチ材の幅に注目してください。このベンチ材は割と頭の方が細くなってます。こういうタイプのベンチ材だと起こらないエラーなんですが、幅が広いベンチ材だと肩を痛めるエラー、そして大胸筋がよく伸びないエラーが頻発します。ここのエッジの部分に肩関節が来るとその現象が起こります。一方ここだと肩関節がエッジよりも外に行きますので大胸筋が伸びやすいし安全に動きができます。例えばこちら、まあこれはもう椅子座る方なんでこのベンチ材では起こらないエラーですけど、まあ仮にこういう幅の広いベンチ材があると仮定した時に、実は体には異常なストレスが加わっているということもあるので、それをお見せしたいと思います。幅の広いベンチ材に寝ると肩の関節の真下にこのベンチ材のエッジがきます。ここでこう開くと肩の前側に強いストレスがかかります。なので安全に大胸筋を伸ばすことができないことになります。一方このように細い幅だとこの問題が起こらないです。ベンチ材のエッジよりも
外側に肩関節が来るので、しっかりと肩甲骨が下に下がってきます。その結果、この肩の前側が強く伸ばされて痛む、そして後ろの関節が挟まって痛むという現象から解放されます。この動画のまとめです。効く筋トレや効かない筋トレシリーズ、ダンベルフライということで、ダンベルフライで大胸筋をでかくしたければ、安全にしっかりと大胸筋を伸ばせるダンベルフライのフォームを作れ。以上。たった1種目で深く深く上部と下部全てをオールアウトしていくという方法をご紹介したいと思います。今回はシットアップを使って腹直筋を上部から下部まで、そして10、下手したら12まで追い込む方法をご紹介したいと思います。頭はスレスレ、顎をつけます。頭から体を丸め込んでいきます。で、一気に体を起こすというのはこういうことです。体がまっすぐなまま起き上がってしまうこと。皆さん、足を伸ばしてみてください。足を伸ばしてシットアップを行うと簡単に起き上がれますよね。で、体まっすぐなまま起き上がれます。一方、足をかなりお尻に近づけてみてください。クランチのままで止まってしまって起き上がれないですよね。この足をちょっとずつ外に離していきましょう。まだ起き上がれません。起き上がりました。しっかり背中が丸まっているの見えますかね。足を伸ばしましょう。背中が丸まらなくても起き上がれてしまいます。なので、近すぎても起き上がれない、遠すぎると背中が丸まりきらずに起き上がれてしまう。腹直筋が鍛えきれなくなりますので、ちょうどいいところに足をセッティングする。近すぎるところはだんだん離していきましょう。起き上がれない、ギリギリ起き上がれます。次です。ギリギリ起き上がれるポジションを探したら、今度は自分のお腹に手を当ててみてください。手の動きを見てください。腹直筋の収縮で手が持ち上がるのが分かると思います。ここまでが腹筋から力が抜けないところと思ってください。なので、これ以上起き上がったらただの体育座りになります。ここまでです。私の場合、ここまでは力がしっかり入ります。ここでさらに頭をこの股間に入れていく、どん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 体を丸めていくように意識しましょう。ここから先に起き上がるイメージじゃなくて丸めていく。このようにまずポジションを探していくことが大事です。そして、今回このシットアップ1種目で、たった1種目で深く追い込んでいくので、ここから先は新しいテクニックをご紹介します。まずは腕の前で手をクロスします。しっかりと両肩がおへそに向かっていくように体を丸めていきます。そして上がったところで 1,2 秒太ももと肘を当てて力を出し続けます。腰から順番に徐々に徐々についていくようにします。一気にドサッとならない。お尻、腰、背中、上背部という形でだんだんと床についていくように意識します。最初、胸の前で手をクロスして上がっていってできなくなったら、今度は手を伸ばして突き出します。突き出すときに内側にひねっていきます。これでもできなくなったら、今度は手を太ももに当てます。持ちます。持ってギリギリまで追い込んでいく。3段階です。クロス、手を内側にひねって前に突き出す。そして太ももを掴んで引っ張る。手でサポートする。この3段階で強烈にオールアウトしていきましょう。それでは実際にやってみたいと思います。まずは手を胸の前でクロスした状態から始めましょう。頭をすれすれのまま、口をすぼめて強く息を吐きながら上がっていきます。ここで力入れる、戻す、力抜かない。簡単に起き上がれる場合は足を近づけましょう。ギリギリ上がるか上がらないかのところで勝負していきます。
上で抜けやすいので注意しましょう。丸めていきます。短時間で腹直筋を強烈に鍛えたければバズーカ式3段階シットアップで深くオールアウトさせろ。以上。大胸筋が歩いてる。バズーカ岡田です。今日は自重トレーニングの5大種目その1番目、胸の種目をご紹介したいと思います。そのメジャーな種目としてはプッシュアップ、これ誰しも聞いたことがあると思いますし、なんとなくやったことがあるという方が多いんじゃないでしょうか。今日はその腕立て伏せをしっかりと解説して、皆さんが怪我なく効果的にできるようにしていきたいというふうに思います。ではよく質問を受ける手幅の問題についてご説明したいと思います。前習いをするように手をまっすぐ上げてみてください。この時に指先が天井を向くようにしてつく、これはナローという状態になります。この肩からまっすぐ伸ばした線よりも内側に入ってくると大胸筋は鍛えにくくなって、上腕三頭筋を鍛えやすいフォームになってきますので、この前習いした状態のこの幅、これが胸を鍛えるための腕立て伏せの最も狭いナローポジションというふうに、覚えてください。ここから手を1個2個3個で離していくことで、その大胸筋に効く感覚が変わってくるので、これを後で試してみたいと思います。それでは実際に動きを、やっていきたいと思います。じゃあまずは、プッシュアップのフォームを見ていただきたいと思います。このフォームの解説をしたいと思います。足首、膝、お尻、肩までが一直線になるように体を支えます。この時よくあるのがきつくなっていって一直線が崩れる、あるいは最初からお尻が上がっていく、これはバリエーションとしても有効ですが、胸の負荷が落ちるのでなるべく体をまっすぐにするということを意識します。反らない、上げない、まっすぐ、この状態のまま胸を地面すれすれまで下ろしていきます。また筋力が弱い人、あるいはズルをする人では下ろす深さが浅くなることがあります。これはパーシャルレンジ法といって、短い可動域を繰り返し行うことで得られる効果もありますが、基本は地面すれすれまで胸を落とすということを目標にやってみてください。では手をつく幅の説明をします。先ほど言ったように前習いをした状態から、つくと、これナローポジションと言います。この状態で腕立て伏せするとかなり肘が強く折れ曲がりますから、肘が痛くなる場合は注意ですし、大胸筋よりも上腕三頭筋、腕の裏側にある筋肉の方が負荷が強くなることもあります。なのでここから手幅を1つ分2つ分程度広げてみてください。この状態で行うと腕の後ろよりも胸への負荷が強まることが分かると思います。それでもう一つ分、3つ分離してみてください。この3つ分離すとこの肘の曲がりが浅くなりますね。このナローポジションだと肘が強く曲がることに対して、今 1,2,3 個分離すと肘の角度がそんなに折れ曲がらないのが分かると思います。体格にもよりますので、手幅の広げ方はその方が肩の前側にストレスがなく、腕の後ろよりも胸に力が入っている感覚が得られる幅でやってもらうといいと思います。ナローポジション、手を 1,2,3 個広げたポジション、この時に両肩を結ぶこの横のラインに手を置くと胸に効きにくくなって肩の前側に負担がかかるようになります。なので1,2,3 個離して、今度は手のひらを縦に1個分下に下げてもらうと、この肩の前側にストレスなく大胸筋に負荷がかかるようになります。初心者や女性の方で筋力がない方は、プッシュアップはなかなかできません。なのでイージーバージョンを推奨します。イージーバージョンは膝をついて行います。プッシュアップの姿勢で本来はつま先と手をついて行うところを膝で行います。
こうすることで、体力がない方、筋力がない方もプッシュアップをすることができますし、上級者の方はプッシュアップをして動かなくなってきたら、今度は膝をついてさらに限界まで追い込むという方法で、しっかりと深く鍛えていくことができます。プッシュアップの繰り返すスピードテンポですけども、1、1、1、1ぐらいのスピードでやるとストレスなくできると思いますし、力も抜けにくいと思います。一方、1、2、3、1、2、3というスロートレーニングも、また違う刺激として、大胸筋から負荷が全く抜けない、完璧な状態を作ることができますが、精神力が問われます。1、2、3、1、2、3になりますから、まあ、精神の鍛錬もしたい人はぜひやってみてください。それからスピーディーにバーってやる方いますよね。これも筋肉を強くギュッて使うためには大事ですから、アスリートにとってはとてもいいと思います。ただし速いってことは最初と最後のところで力が抜いたりかかりすぎたりするということがあります。例えばギュッギュッてやる、ここでは強く刺激がかかりますから、違和感の元にもなります。ただこれは逆に言えば筋肉が一瞬で強い力を出す練習にもなりますので、そういう反応を求めたい方というのはスピーディーにやるのもいいと思います。すなわちノーマル、スロー、クイック、この3つを使い分けるのも刺激の変化としてはとてもいいと思いますので、まずは1秒1秒のペースでやってもらって、それからさらにバリエーションとしてスローやクイックをやるといいと思います。プッシュアップのポイントです。プッシュアップで鍛えたいパーツは基本的には胸の前、大胸筋になると思います。しかし肩の前、特に腕の後ろ、上腕三頭筋にも効きやすい種目なので、一つ目のポイントは胸が疲れているのか腕の裏が疲れているのかを自分でしっかりと感じてください。1セット終了後に胸の方の疲れが腕の裏の疲れよりも高い状態で終われば大丈夫です。二つ目のポイントは肩の前側と肘のこの先端に違和感があるかないかを感じてください。基本的には前習いの姿勢から1、2、2から3枚分手を離して、さらにその下に手を下げて行うとさほど問題はないと思いますし、もしわからない場合はこういうストレッチをしてみてください。こういうストレッチをしていた時にだんだんと肘を上げていくと肩の前側の突っ張りを感じると思います。なのでそうすると上げすぎになるので、少し下げたところで手を広げてもらえれば問題のないフォームになるかと思います。効果と安全性を両方保つことがトレーニングのポイントになるので、ぜひ実践してみてください。基本的にトレーニングにおいて、この自重トレーニングで何回というふうに規定するのは具の骨頂です。それは、その方の体重も違いますし、持ってる筋力も違います。なので同じ10回といっても辛い方もいれば、すごく楽な方もいます。基本は、その筋肉が限界になって動けなくなるオールアウト、ここまで、追い込むようにしてください。これを目安として1セット、これを3セット程度行ってもらうといいと思います。インターバルは、次のセットが、元気よくできるぐらい休む。長すぎてもダメです、短すぎてもダメ。短くても1分とかにしてもらって、1分から2分ぐらいのインターバルをとって限界までの回数を3セット程度行うと効果が早く現れると思います。それではこの動画のまとめです。自重トレーニングの5大種目、その1つプッシュアップ、腕当て伏せ、このまとめは特になし。全部動画を見て細かいポイントをチェックして追い込んでください。以上、動画を、良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。今日は胸、腕当て伏せにしかない効果も